がんばれ。ベアーズ大旋風日本遠征は1978年に公開されたアメリカ映画。がんばれ。ベアーズシリーズ第3作。ベアーズが日本の少年野球チームと親善試合をするため来日するという設定。公開当時のタイトルはがんばれ。ベアーズ大旋風だったが、ビデオ発売に際して変更された。2ヶ月に及ぶ日本ロケを実施したが、 平安神宮、浅草寺、花園神社などの神社仏閣が盛んに登場し、トニーカー,アーティスが日本旅館に靴のまま上がろうとしたり、座敷にベッドがないと騒いだり、身長178センチと、対して高くもないカーティスが2度も3度もカモイに頭をぶつけるシーンが登場した。ステーキを食べるシーンでも和歌山に無意味に、 テーブルの花を切らせて、腹切りという言葉を引き出したり、芸者というセリフをわざわざ挿入したり、相変わらずの藤山芸者など、時代錯誤も花々しい描写となり大きく不評を買った。このため、配給の CIC も気が引けたと見えて、前作の頑張れ、ベアーズ特訓中とくっつけて公開している。一作目の監督で、今作ではプロデューサーに回ったマイケル・リッチーが、 過去3度日本に来たこともある日本好きで、一作目が日本でヒットしたこともあり、商売的なことを考え、日本遠征が実現した。東映の岡田茂社長がパラマウントと交渉し、日本での制作を受注、全編の90%が日本で撮影された。撮影隊のスタッフは、アメリカ側17名、日本側が沢井新一郎ら、 東映東京撮影所から54名が参加。このほか、トニー・カー,アーティス、若山富三郎、ベアーズのメンバー10名、日本の少年野球チームに家族の付き添いなどで撮影には大変な人数が参加した。若山富三郎の出演は、監督のジョンベリーが若山主演の帰ってきた国道を見て、ぜひ出演してくれとオファーし、当時若山は東方の姿、 三四郎の撮影や、帝劇の舞台があって忙しかったが、ジョンベリーに、帝劇の楽屋まで来てくどかれ、ファミリーで見れる映画だからなどと説得され、出演を受けた。1977年9月3日、慶応プラザホテルで、記者会見があり、ジョンベリー監督、トニー・カー,アーティス、若山富三郎、石原初音、大貞春、アントニオ猪木、荒川隆が出席。 監督と主演が来日して出席していることから、この記者会見の前後からクランクインしたものと見られ、1977年10月12日ぐらいまで撮影を行うと発表された。また1977年9月23日に川崎球場で2万8000人を集めて、試合のシーンを撮影したいので多数の参加をお願いしたいと PR があった。今日は、 ベアーズの人気を煽ろうとマスコミを招待して4日間、平安神宮伏見稲荷大社霊山観音、地音院というコースをロケバス20台で回った。撮影は監督のジョンベリーと監督補佐の沢井、新井一郎、トニー・カーティスの意見が衝突気味で、ジョンベリーは大声を上げてイライラし、若山富三郎がおどけて場を和らげるという構図だった。メインスタッフはアメリカ側で、 カメラはジーン・ポリトが来日し、途中までを撮っていた。しかし、ポリトが監督と喧嘩して帰国し、以降はピンチヒッターとして、座薬座でアメリカのやり方を知る岡崎構造が撮影を担当した。アメリカではよくあることだという。アメリカの映画は1日の撮影に映画1本の完成分の長さを撮る。完成分の30倍から40倍のフィルムを使う。 贅沢ぶりで日本側のスタッフ、キャストを驚かせた。ある日テレビで日本に行きたいけど困っているというベアーズメンバーの告白を見た芸能エージェントマービンはベアーズメンバーをビバリーヒルズのホテルに招き計画を立てた。マービンと共に日本へ旅立ったベアーズは早速全日本少年野球チームと対面するが練習試合は散々な結果となる。 宇宙での中継を狙ってアントニオ猪木とプロレス対決したり、オールスター家族対抗歌合戦に出場した日本チームが紙吹雪の洗礼を受けたりとすったもんだがあった中、ベアーズは日本チームとの対戦に挑む。劇中に登場したオールスター家族対抗歌合戦の収録が行われたフジテレビジョン川田長久社屋。ありがとうございます。